海展望の露天風呂露天風呂は、野外や屋外に設置された屋根や囲いを設けない風呂で、ある。の風呂、露天風呂とも呼ばれる。露天風呂は、温泉入浴の見風景とも言える。の湯のような状態であった温泉に浴槽を整備したものが始まりである。温泉における露天風呂の人気は高い。景色を眺めながら入浴できることや、入浴時に開放感を味わえること。 またよく室内に熱がこもるようなことがないため、のぼせにくいことなど様々な要因が挙げられる。そのため、多くの旅館や日帰り入浴施設では、内湯だけでなく露天風呂も併設している。近年は、旧来の温泉に限らず、多くのスーパー銭湯などにおいても、露天風呂が設置が見られる。1980年代初めまでは、ローマ風呂やジャングル風呂に代表される、 屋内風呂が主流であったが、1980年代、後半のバブル景気の頃より露天風呂が、もてはやされるようになった。なお、天井と味方の壁に囲まれ、屋内とさほど変わりない閉塞感のある状況にも、かかわらず、露天風呂と称している事例や、半露天などと称している事例もある。露天風呂番付は、温泉番付の一種であり、露天風呂が有名な温泉地を番付したものである。 作成されたのは1981年で、野口当人の手で編集された。露天風呂番付けにおける西の横綱は、湯原温泉の砂湯、東の横綱は、宝川温泉である。湯原温泉には、大きな露天風呂番付けのモニュメントが掲示されており、温泉地のシンボルとなっている。露天風呂の清掃管理上の問題として、特に源泉温度が高いかけ流し温泉では、湯温が、 健康状態によって大きく上下するため、より細やかな温度管理が必要となる。また、常時レジオネラ属菌によって汚染される機械にあるため、宇宙以上の厳しい衛生管理が必要。ブルーラグーンの天風呂といった場合、農湯のように自然には切れたそのままの状態ではないが、露天風呂ほどには壁や屋根などが整備されていない状態を指す場合もある。 湯原温泉の若者たちのアイデアによるちづくり事業として1987年に始められたことばんクデジタル大次戦、全国生活衛生営業指導センターレジオネラ属近防止に関する防除指針1999年3月改定2016年1月5日閲覧アイスランド観光文化研究所 ツーリストスポット徹底ガイドブルーラグーン2016年1月5日、閲覧6.26露天風呂の非実行委員会、公式ページ。ありがとうございます。